なぜメダリストをおすすめするのか。このメダリストを飲むことによって当院に来る患者さんは私が思うに血液の量が少ない状態、要は脱水の状態を疑っています。私が思うより血液を満たしていないので、酸素と栄養が運べていないので、さまざまな症状が出たり、なかなか治らなくなっているのではないかと思ってまずいます。2つ目はこの中の成分ですね。このクエン酸を取ることによって筋肉を硬くしている乳酸を分解することによって筋肉が柔らかくなります。このミネラル、特にナトリウム、カリウム、マグネシウム、これを水に溶かすことによって電解質になります。早く、要は血液になるということです。筋肉が硬くなって脆い状態を疑っていますので、この筋肉の元になるタンパク質の一番最小単位の、この一番壊れやすい修復に必要なアミノ酸がたくさんこのメダリストには入っているからなんです。そうすることによって血液を満たして末端まで酸素や栄養を運べるようにすること、その血管を圧迫している筋肉の張り、こりをこのクエン酸を取ることによって柔らかくして、その筋肉の脆い状態を修復するためにこのアミノ酸、そしてこの電解質、そして抗酸化ビタミンって言われる A と C と E、 それ以外にも代謝を良くする B 群も入っています。本当にこれらのバランス良い食事を作るのはなかなか大変だと思います。ですので、このメダリストを頑張って取ってもらうことによって、栄養価といいまして、栄養のバランスがすごくアップするんです。何もしなくても。ですので、辛い症状の間だけこのメダリストを頑張ってちびちび1日かけて1リットル飲んでもらいたいんです。それをできれば10日頑張って飲んでください。そうすることによって、当院の治療の3分の1はこれのおかげなんですということがよくわかると思います。ぜひお試しあれ。琉球チャンネルの動画を見逃したくないあなたは、チャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。